脱走ウーラガンフランス空軍用塗装の脱走ウーラガン MD450 ウーラガンはフランスの脱走ブレゲー社が開発したフランス初の実用国産ジェット戦闘機である1947年から開発が開始され当初は脱走者が自社資金で原型機開発に着手していたが1948年6月に空軍から3機の発注を受け 初号機は1949年2月28日に初飛行した。50年代前半のフランス空軍の主力戦闘機で1951年12月から生産が開始され、約350機が1954年の夏まで生産された。フランス以外ではインド、イスラエルにも輸出され、それぞれインパ戦争、中東戦争に投入されている。 後のミステールシリーズやシュペルミステールの原型機となった機体でもある。なお、ウーラガンとは嵐の意味である。占領国の国民として、フランス人は第二次世界大戦中の航空機設計分野で成し遂げられた大きな成果に対して十分な貢献はできなかった。大戦後に航空機設計者のマルセル・ダッソーは、全フランス製のジェット戦闘機と共に、 自国の航空機産業の再生を絶望し、1947年にはこの概要は描かれていた。この提案に応じた政府は積極的な姿勢を示し、設計が完了するとすぐに試作機の製作が始められた。MD450 と命名された、この新型機の詳細設計は1947年10月に始まり、1948年4月には、 サンクルーの脱走者の工場で機体の製作が開始された。ウーラガンはリパブリック海 -84 サンダージェットよりも小型軽量でロッキード海 -80 シューティングスターに使用されているような薄い主翼を備えていた。フランス政府は1947年12月7日に3機の試作機を契約し、ウーラガンの試作初号機は1949年2月28日に オスティア・ロザノフの操縦で初飛行を行ったが、この MD400、22.27KN の推力を発生する、ロールス・ロイス・ニーン102延伸式、ジェットエンジンを装備した、この機体は、1949年の実用試験で、最高速度時速 980km、初期上勝率秒速 43m を記録した。すべてのウーラガンで忘れられざる装備となる450。 レッター入り翼炭造装は1949年12月に初めて登場した。余圧式コックピットを備えた試作機2号機 MD450 から02は15000メートルの飛行高度を記録し、イスパのイザ社がライセンス生産した2イン104エンジンを搭載した試作3号機 MD450 から03は15ミリメートルと、 あとに 20mm 機関砲の武装試験に使用された。1949年8月31日にフランス空軍は15機の全量産系を発注したが、結局これらの機体は各種エンジン、武装構成、米ロードの評価試験に使用された。この契約は1949年12月15日に締結され、機体の生産はパリ郊外の脱走者の工場で行われた。 1950年8月31日に脱走者はウーラガン150機を翌年に追加の200機を受注した。翌端造装を装着した MD450 ウーラガン初期注文で850機のウーラガンが必要であったが、全量産型の初号機が納入される前の1950年8月にフランス政府は150機のウーラガンを発注した。その後に、 フランス空軍は200機を追加注文し、脱走者はできるだけ、早急にこの注文に応じるために全力を挙げた。1号機が1951年12月5日に、初飛行を行った量産型機は、イギリス製で、ハビランドヴァンパイアを代替して1952年に、フランス空軍へ収益した。最初の50機は、2 e 1 2エンジンを搭載した、MD450A として、 残りは、2イン102よりも、軽量で多少水力の大きなイスパの水座製、2イン104バイトを搭載した、MD450 バイトとして製造された。両方の型で、翼端増装は、標準で装着された。パイロットたちは、ウーラガンが、全般的に飛行させるには楽しく、機銃やロケット弾の発射プラットフォームとしては、安定していることに気づいたが、 その短い胴体により急戦開時にはいきなりスピンに入る傾向があった。しかし、ウーラガンは2年の間成功した機体として、パトルユのフランスの使用機を務めた。量産型ウーラガンの中の4機は、不正地運用向けに、主翼付け根に追加されたフェアリング内に引き込まれる、低圧タイヤの二重車輪の主脚を持ち、ドラッグシュートを備えた、不正地運用向けに改造された。 この使用はアルジェリアでの実戦運用向きに企画され、アラビア語で戦いを意味するバードからバルーガンというニックネームを付けられた。初飛行は1954年2月24日に行われ良好な性能を示したが、この計画からの成果はなく、1958年にこの計画は破棄されて2機が再び標準型ウーラガンへ戻された。フランス軍ではウラガンは 1961年に完全に脱走ミステール法へ代替された。パラム空軍基地のインド空軍博物館に展示されている脱走ウーラガン1953年6月25日に、インドは多少改良された2イン105エンジンを搭載した71機のウーラガンを発注し、納入は同年内に始まり1954年3月には完了した。 加えて1957年3月に33機の中古機を発注して、インドの合計購入数は104機となった。この時点で、フランスからの脱走ウーラガン戦闘機の購入は、インドの武器供給元分散化の開始という決定を反映していた。ウーラガンのインドでの名称はトゥーファニーであった。インドのトゥーファニーは1961年に、カーティア・ワール半島西海岸の d ウジまで、 ポルトガル軍に対するインド陸軍のための支援攻撃で実戦参加し、アッサム州とナガランド州での政府に対する反乱でも、地上攻撃任務に、1962年には中印国境紛争で偵察活動に投入された。1965年4月24日に一機のトゥーファニーがパキスタンの領空に迷い込み、パキスタイ空軍のロッキード海 -104、10 スターファイター戦闘機により強制着陸させられた。パイロットはインドに送還されたが、機体は抑留されて、最後はペシャーワールのパキスタイ空軍博物館に展示されている。フランスの場合と同様に、インド空軍のウーラガンは、1957年から第一戦機の立場を脱走ミステールアイバに代替され始め、1965年には完全に第一戦から引き上げられた。 しかし、その後の数年も高等練習機や標的栄光機として使用され続けた。ハツエリム空軍基地のイスラエル空軍博物館に展示されている脱走ウーラガンアラブ諸国の空軍がミグ -15 戦闘機のような先進的なソビエト連邦製兵器を購入していたことから、フランスやインドとは対照的にイスラエル空軍は熱狂的なウーラガン運用者であった。 イギリス製のグロスターミーティアを装備していた自国の Z 機戦力の増加を模索していたイスラエル空軍は当初フランス製の脱走ミステール IIC とカナダ製の海 -86 セーバーマーク6の導入を考えていたミステールの開発上の問題とカナダによるセーバー機の輸出禁止措置により発注はミステール相場に変更されるとともに罰投薬としてウーラガンが購入された 1955年以降、イスラエル空軍は、新造機と元フランス空軍機の合わせて少なくとも75機のウーラガンを受領した。これらのウーラガンは、エジプト空軍のミグマイナス15に、性能的に立ち打ちできなかったので、近接航空支援作戦に割り当てられた。1955年に、フランスから引き渡された24機のウーラガンは、 イスラエル空軍に新たに編成された第113飛行隊に配備された。1956年4月12日に第113飛行隊のウーラガンがエジプトのデハビランドヴァンパイアを撃墜した。第2次中東戦争の期間にウーラガンは地上攻撃任務に用いられた。ソ連製のミグマイナス15戦闘機との2度の快適が記録されており、 一機のウーラガンは数発の 37mm 機関砲弾を被弾したが生還して、翌日には出撃し、一機のミグ -15 がこのウーラガンとのドッグファイトに入って、甚大な損傷を受けるという結果に終わった。ミグ -15 の速度や上昇率といった大勢で優位な性能を保持していることを守備一貫して理解していなかったレンドの低いエジプト人パイロットのおかげで、 性能面で劣るウーラガンは生き延びることができた。10月31日にロケット弾で武装した第113飛行隊所属の2機のウーラガンがエジプトの駆逐艦イブラヒムエルイコールアワルを攻撃し、この艦はイスラエルにより露覚された。第二次中東戦争後、ウーラガンは高等練習機扱いとなり、第113飛行隊は飛行訓練部隊となったが、 1964年頃にイスラエルはフランスから追加で50機程度のウーラガンを追加導入し、これらの機体は第107飛行隊、第115飛行隊に配備された。1967年の第三次中東戦争では第113飛行隊及び第107飛行隊の運用機が再び実戦に参加した。この戦争でもウーラガンは対地攻撃にて戦果をげたが、 この戦争後の消耗戦争と呼ばれる時期になると、敵航空機に対しての優位性の低下が目立つようになり、1970年頃からは実戦投入が見合わされるようになった。イスラエル空軍のウーラガンは1973年に退役した。1975年に、イスラエル空軍は18機のウーラガンをエルサルバドルへ売却し、それらは1980年代後半まで、 収益していた。エルサルバドル空軍の脱走ウーラガン1969年にサッカー戦争が勃発するとエルサルバドルは自国空軍の近代化へ協調した努力を始めた。アメリカ合衆国政府の武器金融政策により、米国からの実戦機の輸入は不可能であったため、エルサルバドルは国際武器市場でイスラエルの軍需放出品である18機のウーラガンを購入した。 これらの機体はイスラエルにより再生処理が施され、1973年から1978年にかけてエルサルバドルに納入された。エルサルバドルのウーラガンは1979の1992年のエルサルバドル内戦で広範囲な戦闘に使用された。首都のサンサルバドル近郊のイロパンゴ空港から運用され、ファラブンドマルティ民族解放戦線勢力への 攻撃任務へ投入された。エルサルバドルは広大な国土を持つ国ではなく、戦闘行動半径は切迫した考慮事項とはならなかった。通常、ウーラガンは重量を軽減して搭載兵器を増加させるために、翼端造装を取り外して運用された。1982年に一人の FMLN 工作員が色パン後に攻撃を仕掛けて、数機のウーラガンを破壊すると、 アメリカ製のセスナ A-37 ドラゴンフライへの更新に拍車がかかり結局はこれと代替されたこの A-37 はレーガン政権下で武器禁輸措置が解除されたことで入手可能になったものであった残りのウーラガンはさらに数年の間は収益していたが戦いが終結するまでに全期退役したエルサルバドルのウーラガンは 幾種類かの明細塗装が施された姿が写真に収められているが、戦いの期間中にウーラガンの塗装は完全には標準化されていなかった可能性がある。少なくとも1機のエルサルバドルのウーラガンが現在、フランス空軍の脱走 MD450 ウーラガン、MD450 アンペアウーラガン量産型の最初の50機、ロールスロイスニーン102エンジン搭載。 MD450 バイト、ウーラガンイスパの、スイザ製、ニイン104バイトエンジン搭載。オリジナルの4分割式主車輪ドアは、機関砲発砲時に壊れやすかったので2分割式に、変更。MD450R ウーラガン偵察機型。1機の未製造。MD450 から30リットルウーラガン、スネクマーター101バイトエンジンを搭載した全、量産試作機の中の1機。 エアインテークは胴体側面に移設。2門の 30mm でッ機間放送日。バルガン主翼付け根に追加されたフェアリング内に引き込まれる低圧タイヤの二重車輪の支脚を持ち、ドラッグシュートを備えた、不正地運用向けに改造された量産型の4機。運用各国の塗装の脱走 MD450、ウーラガンルブルジェ航空宇宙博物館に展示されている154。 4LT 機フランスサビニー・レボール城のジェット機コレクションの251機と450、4US 機を含めフランス国内に幾機かの MD450 ウーラガンが保存されている。ルブルジェ空港のルブルジェ航空宇宙博物館に展示されている154、4LT 機にはカラフルなインディアンヘッド、塗装が施されているが、4LT の下には以前の基板が透けて見えている。 以前は、モンテリマールのムーゼイ・ユピンデール、アビエーション・デシャッセにパトルイユド・フランス塗装の214、UG 機が展示されていた。イスラエル第二次中東戦争と第三次中東戦争の生き残りである、実戦参加したイスラエル空軍のウーラガン、80機と49機が、イスラエル空軍博物館に屋外展示されている。インドニューデリーのインド空軍博物館には一機の、 MD450 ウーラガン IC554 機が展示されている。この機体は以前はグレーグリーンの迷彩塗装を施されていたが、現在は第47飛行隊ブラックアーチャーズ所属機のマーキングをつけた無塗装となっている。エルサルバドル2機のウーラガンがイロパンゴ空軍基地にある国立航空博物館に展示されている。客中この記事には、 パブリックドメインであるグレッグ・ゲーベル S ・ベクターサイトの本文を含む参考文献ありがとうございます。